三島めしつぶは、日本古代の六世紀前半の皇族。聖はあがた主。三島県主氏は、新鮮聖視録、右京神別によると、天神で、新婚命十六世孫立てひほ命の後なりとある。現孫系図では、隠し氷魂命、イサヌの魂命、山根湯ユ、ガワ命、小費根命、伊立ひほ命、春木別名へ。 カ明ネイ殿王政ンウンオウセイとある。安寒天皇元年ウルー12月、天皇は大友金村をお供にして、摂津国三島へ行行し、あがた主のメしつぶに両電を問われた。メしつぶは天皇からの指紋を受けたことを名誉と感じたのか、この上なく喜んで、精神を尽くして応答した。そして、上尾の下尾のと上桑原。 下桑原に及ぶ竹村の土地四十丁を進んで天皇に献上した。これにより天皇は大友金村を通じて御とのりを発し、先に直視を軽んじて嘘をついて両元の献上を惜しんだ大河内味張りを軍事とすることを禁じている。あがたの吉召し粒は御とのりを賜ったたため、喜び恐怖して息子の鳥次を 大友金村の少年従者に献上した、という。三島氏は、神語慶運3年2月に、三島あがた主広長らが、同4年7月に、相馬炉が、少年生をたまもの組みされている。ありがとうございます。